楽しい。ほら、楽しい楽しい。ほほほほほ。ほらほらほら。昼間でも楽しい出るんですよ。あと内臓器官ね、やれてしまう。例えば腎臓。痛い痛い痛い痛こんにちは、加藤秀明です。以前何を捕まえてほしいかとコメントを募集したところ、たくさんのコメントありがとうございました。中でも一番多かったのがタガメ、水辺の王者タガメですね。ということで今日はタガメを捕まえに来ました。陸の、ね、昆虫王者といえばクワガタ、カブトムシですけれども、もう水辺だったらぶっちぎりタガメです。しかも背骨のある魚、カエル、ヘビを食べるような昆虫、世界100万種以上昆虫いますけれども、タガメの仲間ぐらいですよね。今各地で数を減らしていて、もう絶滅危惧なんですね。かつては日本に広く分布していたようなんですが、はい、今は局所的、はい、日本全国から姿を消している、そんな生き物です。2020年には、販売禁止になりましたから、特定第2種希少野生動植物に指定されています。これは種の保存法という法律ですね。タガメ捕まえてもいいけど、それを販売してはいけない、ということになりました。それだけ数が減っているということです。じゃあ見つけるの大変なんですか？希少ですよ、難しいです。それ見つけるコツってあるんですか？見つけるコツは葉っぱかな。葉っぱじゃないよ、タガメだよ。どういうことですか？いや、葉っぱに見えるけれども、よく見てください。葉っぱじゃないよ、タガメなんです。どうやって捕まえるんですか？いたらスパッ。狙うのは、山あいの水田、水路、そういったところに住んでますから、夜になると真っ暗になるところに狙います。あ、マムシいます。毒蛇のマムシがいますから、水辺気をつけてください。昼間も出ますから。マジっすか？はい。毒蛇ですよね？そうです。噛まれたら病院行かなきゃです。マジっすか？はい。山の中ですから病院遠いんじゃないですか？もし出たらどうすればいいんですか？呼んでください。太鼓地いますよ、ほら。太鼓地、ほら、太鼓地も今ね、数減ってます。見てください、ほら、はいはい、前足、はい、これで、オタマジャクシとか、はい、小魚を捕まえて、で、口吻、口が針のように尖ってますよね、はい、これを刺して消化液を入れて食べるという、バチで太鼓を打ってるように見えるから太鼓地。これは呼吸管です、ね、呼吸器で、ここから空気中の酸素を取り込みます。水中にいるときは待ち構えてじっとするんですが、はい、この呼吸管だけは外に出します、ね、これを。葉っぱかな。葉っぱじゃないよ、太鼓地だよ。それはそうか。黒ゲンゴロウいますね。真っ黒。お腹はツルツルですね。本当、はい。で、後ろ足、後ろ足も大きく発達して、泳ぎを得意とします。本州、四国、九州に広く分布してますね。肉食性で動物の死骸なんかをね、よく食べます。今各地で減っていて、準絶滅危惧に指定されています。ただ中国ではね、はい、食べられています今も。中国、はい、はい。
中国私行った時にゲンゴロウ市場で売られていて、はい、食べました。食べました。どんな味でした？外側はパリパリ、中はムニュッ、もう皆さんが想像する通りの食感です。香ばしいけども、うまみはそれほどないです。そんなですか。わっ、でっかい。ほら、ほら見てください、これガムシ。ほら、はい、お腹にほら牙ある、牙のような突起ありますよね。突起が、あ、本当だね。なので、ガ、牙の虫、ガムシと呼ばれます。基本的には植物とか、はい、ね、有機物を食べるようなおとなしい虫ですね。水生昆虫です。この羽のね、下に空気を溜めて、呼吸したりもします。本当にタモじゃなくて、あれ、目視できるぐらいだ。マムシマムシ、ほら、マムシマムシ、ほらほらほら、ね、昼間でもマムシって出るんですよ、なので気をつけてください。ほら、出た、取れた。メスは日中外出て、体を温めます、普通夜行性なんですけどね、胎生で子供を産みます。在来種、在来種です。在来種ニホンマムシ、北海道から九州に広く分布しています。上顎の先端に2本の毒牙があり、近づくと危険です。毒ありますよ、はい、年間そうですね2000人ぐらいは噛まれているそうで、で出血毒なんで噛まれるとね、壊死したりしますから。あとは内臓器官ね、はい、やられてしまう。例えば腎臓ね、はい、この生き物は危険動物なので、はい、許可なく飼育はできません。移動させることもできません。注意することは何ですか？噛まれないようにする。マムシから攻撃することはないんですけど、はい、マムシを踏んじゃうと噛まれます。ほら、お、うわ、マムシ、はい、掴めたからといって安心しちゃダメなんですよ、はい、見てください、はい、歯を左右に出してますよね、はい、口よりも外側に出してます、はい、どういうことかというと、はい、手を離した時にその指に引っかかるようになってるんですよ。ほら、見てください。ほらほらほら、これに噛まれると体内に出血毒が入ってきますから。これ今回皆さんに見てもらうために捕まえましたけど、これを見ようと捕まえないようにしてください。もうこれはね、この映像として残しておきますから、ね、この牙、毒が気をつけてください。マムシも日本の生き物ですから、大切な生き物ですから、殺さずに、ね、そのまま逃げてもらいます、はい、やっぱり自然の、ね、生態系の一員ですから、はい、元気に育ってください。近づかなければ襲ったりはしない？そうですね、近づかなければいいんですが、水田周りとか、ね、山際、ね、そういったところはマムシいますので、毒蛇なので、絶対ね触らないようにしてください。慣れた人でないと危ないし、慣れた人でも噛まれますから、世界中どこでも、ね、蛇を取り扱うプロ大体噛まれてますからね、気をつけてください。先生は噛まれたことあるんですか？じゃないですね。噛まれないコツってあるんですか？あ、マムシに噛まれないコツは、マムシの動きを先を読んで扱うということですね。マムシの動きを予想して、こちらが動くということですね、はい、昼間も出ますから、はい、夜行性ですが昼間も出ます、はい、ありがとうございます。じゃあ気をつけながら高めに探しましょうか。あ、ほら、こういうのいいですね。こういうところに、はい、タガメは卵を産みます。あ、こういう虫、背中にほら卵背負ってますよね、ほら入りましたね。本当にいるじゃないですか。いますよ、ほら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 、怒ってる。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。